公共曲第43番変貌蝶情報冒険 i-43 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンの作曲した公共曲。公共曲第44番と同様1772年のブライトコップフシャカタログに記載されており1771年前後に作曲されたと考えられている。激しい44番とは対照的な明るく爽やかな調子の曲である。 19世紀以降、マーキュリーという名で呼ばれているが、由来は不明である。演奏時間は、約23分。3、4拍子、そなた形式。動音の4回の繰り返しに始まる、長い、穏やかな第一主題が、バイオリンによって演奏され、華やかに盛り上がって、変度調調に転調した後にも繰り返される。展開部もこの主題が支配する。変異調調 四拍子、そなた形式。弱音器をつけたバイオリンによって主題が演奏される。管楽器の使用は全体に控えめである。展開は弦楽器のみにより、単調で始まった後には音を変えながら、同じ音形が繰り返される。メヌエットシュブとトリオの双方ともかなり単純な曲で、ある。ランドンは流行歌を旋律に持っていると言っている。二、二拍子、そなた形式。 再び長めの穏やかな主題で始まる。再現部の後にコーラが付加され、一旦ピアニッシュもまで音を落とした後、全球種を挟んで華やかに終わる。ありがとうございます。